この焼け跡を見ろ。この場所を守るためにあるだけの弾薬を使い果たした。無事に会えたことに感謝します。我々にも運が回ってきたんですかね。ああ、任務完了だ。送信機はここにある。ついにやりましたね。めったにないほどのいい知らせですよ。お見事です。一人では成し得なかった。ヘイレン、リース、 BOS に加わった新しい兵士を紹介しよう。相当に見込みがあるやつだ。適切な導きがあれば最良の同志となるだろう。感謝する。失望させないことを誓う。これ以上力を証明する必要はない。送信機を得られただけで十分です。へえ、じゃあ残ると決めたわけだ。取るものを取っておさらばかと思ったよ。ここに残るのが気に入らないようだな。かもな。ミュータントやフェラルをぶっ潰すだけで骨が折れるって時だ。この上余計な厄介事を背負いたくはないんでね。リース、もうたくさんだ。好き嫌いに関係なく共に働くことを学んでいくべきだな。そしてお前の方も BOS の一部になるとはどういうことか理解しておく必要がある。我らは金で雇われた兵士ではない。一つの軍隊であり、厳格な倫理規範を命を懸けて守るものである。共にありたいならその心情に一抹の疑念もなく従わねばならないのだぞ。心配するな。軍に所属していたことがある。素晴らしい。なら余計なお説教は必要ないな。単刀直入に要点を言おう。何者であれ私が配下に求めるのは二つ。誠実さと敬意だ。列を崩さず共に歩む。命令を受けたらそれに従う。シンプルな話だ。それと片付けてほしい仕事があと一つ残っている。ナイトの位に任ぜられるよう推薦する予定だ。お前がエルダー・マクソンと話すまでは公式なものとはならないが、先に知っておいてほしくてな。これからは同じ地位だということか。私に関する限りではその通りだ。アド・ビクトリアム、ナイト。奴にはそいつの意味さえ分かってないんだよ、ヘイレ。アド・ビクトリアムとは勝利のためにという意味だ。我々の辞書に敗北という文字があってはならない。なぜなら我々は人類の未来のために戦っているからだ。我らの掛け声はお前のどんな武器より強い。そのことを忘れるな。さて、我ら二人にはプリドゥエンに報告するよう命令が下った。だが望むならスクライブ・ヘイレンかナイトリースのところで先にいくつかの任務をこなすといい。間違いなくお前の助けを必要としているはずだ。どうするかは任せる。出発する準備ができたら知らせてくれ。パラディンダンス？船に乗り込む用意はいいか？なら、そもそもどうしてここなんだ？わからない。ただ、到着前に私の部隊が集めた連邦の情報と関係があると思う。我々はこの船をプリドゥエンと呼ぶ。大攻勢をかけるに足るだけの軍勢と物資が積んであるのだ。船が来たということは、エルダー・マクソンもこちらに来られたということだ。それはすなわち戦争になることを意味する。エルダー・マクソンとは何者だ？危険な男。それが全てね。マクソンはこの地区における BOS の指揮官だ。 BOS の全兵士が核ありたいと思うお手本だよ。受け負ってもいいが、戦争になった時に先陣を切るのはあの方だよ。前にも言ったが、もうすぐお前もプリデュエンをより身近に感じることになるぞ。二人で報告に上がるよう命令を受け取ったのだ。警察署の屋根までついてこい。ちょっとした船旅に出発だ。地元住民を災難に遭わせたくないからな。
違った表情を見せるだろう。上から見下ろすことで戦場の感じ方がなんと劇的に変わることか。いつだって驚かされない時はない。インスティチュートとの戦いの際はこれを役立てねばな。奴らの技術が優れているのはすでに分かっている。それはつまり武器庫にどんな武器が隠してあるか知りようがないってことだ。幸いにも我々には空での優位性と戦術の知識がある。それで状況が良くなってくれればいいが、まず何よりも奴らを見つけ出すことだ。きっと我らが着くまでにエルダー・マクソンが万事計画を整えてくれているだろう。下の連中が我らの大義を信じてくれるならいいのだがな。だが彼らの目は風説や誤った情報により曇らされてきたのだ。 EOS こそが連邦を生かす最後の希望であると分かっていない。男も女も子供たちも、下にいる者たちは皆命の危険にさらされている。我らが失敗すれば敵が全ての民を制圧するのも時間の問題だ。連邦の浄化は我らの責務だ。その勝利を確かなものとするためなら喜んで自らの血を流そう。空港への最終進入路に入ったぞ。すぐ前方にプリデュエンが見えてくるはずだ。フライトデッキでランサーキャプテンケルズと落ち合う。私のそばから離れずに彼の質問に全て答えるのだ。した時から気の遠くなるほどの時間が過ぎたよ。いいか兵士よ、今この時から全てが変わるのだ。覚悟ができていることを願うぞ。何かできることはある？言ってくれればいいから。乗船許可はお持ちで。さあ。確認した。よく戻ってきたパラディンよ。まず最初に任務成功おめでとうと言わせてもらおう。そしてこちらが新入りかな。はっ。すでにイニシエイトに戦地昇進させてあります。また個人的にはこの者が異界に加わる際の身元引き受け人となりたいのですが。ああ、貴様のレポートは読ませてもらった。喜ぶがいい。エルダー・マクソンが申し出を認可された。新入りはお前の下に配属されることになる。ありがとうございます。さあ、では現在私への命令は。プリデュエンに残り次の指示を待て。了解です。さあ、アド・ビクトリアム・キャプテン。アド・ビクトリアム・パラディ。さて、お前がパラディンダンスが目をかけていた人材か。あまり兵士らしくは見えないが。人は見かけによらない。私は個人的に船に乗る全ての新入りを詳細に検査すべきだと主張しているのだ。パラディンダンスの報告は読ませてもらった。お前が BOS にとって大きな力になると考えているようだ。我らと共にあっても
お前にはかなりの自由裁量を認められるだろう。しかし、一つはっきりさせておきたい。BOS が連邦までやってきたのは、明確な一つの目標があってのことだ。この船のキャプテンとして、どんな相手だろうと我らの任務を危険にさらさせるつもりはない。そいつがいかに自分を重要人物だと思っていてもだ。理解したか？正確にはどんな任務なんだ？それを言う権限はない。間もなくエルダー・マクソンが上院に演説を行うだろう。そこで全ての疑問の答えが出るはずだ。さて、まだ他に何かあるか？それとも私が言ったことは全て分かってもらえたかな？ヒントもなしか？頼むよ。こっちにはそれだけの価値がある。いいか。私に言えるのは、ダンスの偵察チームがよこした情報に応じて我々がすぐにここに来たということだけだ。それ以上はエルダー・マクソンの演説まで待つのだな。今は質問は抜きだ。動いてもらう時間が来たのだ。分かっているのか？今はそれだけだ、兵士よ。次の命令だ。演説に備えてコマンドデッキに進め、その後でエルダー・マクソンが話したいとのことだ。何か質問があれば今私に尋ねよ。出なければ解散だ。エルダー・マクソンについて教えてくれないか？エルダー・マクソンは BOS の最高司令官だ。あのお方の展望と粘り強さがなければ、我らは未だキャピタル・ウエストランドの砦を占拠して自己満足に浸るちっぽけなならず者の集団でしかなかったろう。ほんの10年の間にあの方は BOS を大規模な軍事組織に育て上げた。我ら全てに啓示を与えてくれる存在だ。他に何かあるか？パワーアーマーはどこで手に入る？ BOS パワーアーマーの着用はナイトだけに許可されている。お前はナイトではないからまだ無理だ。エルダー・マクソンから称号を授けられるまではこれまで手に入れたもので間に合わせておけ。他には？こちらへの命令は？エルダー・マクソンの演説を聞いておけ。その後であのお方が話したいとのことだ。他には？もう質問はない。では直ちにコマンドデッキに向かってもらいたい。解散だ、イニシエイト。どうしたちよ。ここに至るまでの道のりは長く困難に満ちたものであった。連邦に到達するにあたり、かように速やかにことを運べたのはひとえに諸君ら一人一人の期待を超えた働きのおかげである。諸君らは偉業を成し遂げたのだ。理由や目的も知らず、その手がかりもないままに。特に心を動かされたのは、何一つ疑問を抱かずにそれを成したということだ。船はあるべき場所に着いた。今こそ我らの目的を、使命を明らかにすると。眼下に広がる連邦にはがん細胞が救っている。インスティチュートの名で知られる悪性腫瘍が、それが地表にはびこる前に切除しなければならぬ。奴らは近年世界に二度目の破滅をもたらしかねない危険なテクノロジーを用いた実験を繰り返している。そうしてインスティチュートの科学者どもは核兵器の破壊性をはるかにしのぐ武器を作り上げたのだ。彼らはその創造物を人造人間と呼ぶ。このテクノロジーがもたらした忌むべき機械人形を自らの頭で考え人間のふりをするのだ。機械が自由意志を授かり得るという考えは不愉快なだけでなく極めて危険である。それは原子力と同じく、正しく利用されなければ我らの死を絶滅に追いやる可能性を秘めているものだ。私はインスティチュートに一連の実験を続けることを許したつもりは全くない。故にインスティチュートと彼らの人造人間を BOS の敵とみなす。かの者たちは速やかに一片の情けさえかけることなく処断されるべきである。この作戦は皆に多大な犠牲を強いるものだ。多くの命が失われるであろう。しかし最後には我らが人類をその最強の敵、すなわち人類それ自体から救済するのだ。アド・ビクトリアム。アド・ビクトリアム。アド・ビクトリアム。彼らのことを気にかけているのだ。わかるだろう。連邦の民のことだ。気にかける？戦争の準備をしていたはずだが。一つの戦争を防ぐため我らの手で戦争を起こす。そのために BOS はここにいる。この二つの違いは
我らの戦争なら文明を灰にすることはないという点にある。何が欲しいんだ？この星に対する義務を受け入れてほしい。変化をもたらすためにな。パラディンダンスの報告を読んだ限りでは、君はすでにその道を進み始めているのだよ。彼は私が最も高く評価している戦闘指揮官の一人だ。その点を鑑みれば、推薦としてはこれ以上のものはあるまい。故に今この時よりそなたをナイトの位に叙する。その位階にふさわしき装備として戦場で身を守るパワーアーマー一式を授けよう。誇りを持って身につけるがいい。期待に添えるよう最善を尽くそう。疑いはせんよ。いずれにせよ、まずはプリドゥエンや我が配下の者たちに馴染むことだ。それが終わったらフライトデッキで報告してくれ。新しい命令がある。プリドゥエンにようこそ、兵士よ。光栄に思うぞ。状況報告を。全て順調です。変わりありません。よろしい、続けろ。それでどんな感じだった？失礼しますが、パラディンダンス、ここにいたか。エルダー・マクソンはどうだった？実に熱い男だ。自らの言葉全てに責任を負っているように思える。もちろんだ。どうして責任を負わずにいられようか。ただ分かってもらいたい。お前をこれほどすぐに受け入れるために私がどれほど骨を折ったことか。率直に言うが、もしお前が失態を犯したら我らは共に沈む。それでこっちの身元引受人になるというのは一体どういうことなんだ？当然のことだが、新兵のこととなるとエルダー・マクソンは何かと細かいのだ。 BOS の強さを保つためには皆が兄弟の絆を結ぶ必要があると信じておいでだ。身元引受人として私にはお前と共に連邦中を旅し、我らの理想が確実に守られるようにする義務がある。それゆえに現地におけるお前の振る舞いに心を砕いているのだ。期待は裏切らないさ、ダンス。約束しよう。よろしい。すぐにでもパワーアーマーに飛び乗ってインスティチュートに戦いを挑みたいという熱意は分かっているが、物事には順序というものがある。チームの一員として力を発揮するためにはこの船の様子について学び、乗組員と親しくなることが欠かせない。正式に身元引受人に任せられたからには、行動するときは私を連れて行くよう進めておく。いいだろう、行こうか。素晴らしい。